ゲームのカード落としちゃった。温めたら美味しい食べ物持ってきたやつが勝ち。どうも、このハルヒト、カイトと、おっしゃと、おっちです。はい、というわけでですね、この前あのプライベートで冷やし中華を食べてる時に思ったんですけれども、だいたいこの世の食べ物っていうのは、あの冷えてるよりかはあったかいものが美味しいと思うんですよ。はい、冷やし中華っていうのは中華麺をわざわざ冷やしてあるものと、はい、あったかいものがうまいんだから冷やし中華はあったかいものが美味しい美味しいはず、美味しいはずなんですよ。はい、現時点では冷たいものとして発売されているものでも、もしかしたらこう温めた方がね、美味しくなる可能性を秘めている食材がいっぱいあると思うんですよ。まあ、今回はそれぞれそう思うものを持ってきてもらいましたんで、はい、実際に温めて食べていこうという感じでございます。はい、下向きすぎ気をつけます。というわけで今回は温めたら美味しいものを持ってこようです。やっていきましょう。はい、僕、私の温めたら美味しいと思うものが一番に発表したいと思う人。はい、ということで目を開けてください。こちらですね、カラマルプリン。いや、俺のイメージ的にはね、なんか茶碗蒸しっぽくなるかなって、感じのイメージを勝手に持ってた。これでプルプルカットプリンって書いてあるよ。どこどこどこ系のプリンだよ。マジ？うわー。寝始めるな。完成いたしました。プリン多分温めたことによって匂い増してないぞ。あ、めっちゃわかる。シンプルプリン好きだからな俺。茶碗蒸しだよ。俺茶碗蒸しは嫌いなんだよ。あ、いただきます。どうですか。いや、あくまでみたいになってるんじゃないっていうあれだからさ。ではそれでは、せーので、あの冷たい方が美味しいかあったかい方が美味しいかを言いましょう。せーの、冷たい。失格。いや、なんかね、味薄くなってなかった？あー、分かる分かる。んってなるね。それでは2番手行きたい人。はい、お最初グッチャケポイ。なんちょっと上、目を開けてください。わらび餅です。あー、いや、これはね、プリンよりはうまくなると思うんだよね。デザートで味はまあ自信あります。プリンよりはこの黒蜜ときな粉を温めるの。本体はこのこれだけで。はい、はい、どうでしょう。ああ、でも形は崩れなかったんだね。そうですね。なんか成分が出てるよ。熱いっす。あっか。いただきます。食えない。出ましたか皆さん。はい、せーの、冷たい。おっと、マジで？あったかい方がうまい。俺はあったかい方が好き。マジか。餅が柔らかいんだよね。やっぱまた味薄くなったなって思った。あ、それはめっちゃ思った。冷えてる方がうまい。最初はグーじゃんけんぽい。はぁ、それでは目をお開けください。冷やし中華です。おー、冒頭で言った通り、僕は冷やし中華を検証したいと思います。これでうまくなかったらもう今回の検証はボツみたいな感じのところありますからね。いや、もう鳥や。鳥が最初。そうだね。温めてきます。はい、はい、できました。おー、いや、もう見た目うまそうでしかないでしょ。じゃあリオ食べて。どうぞ。いいっすか。くさ、臭いの。マジ、温めると匂い強くなるのかもね。その匂いがすごいさ。ラーメンっていうかつけ麺。いいじゃないですか。つけ麺美味しいじゃないですか。なんでそこで怒んの。なんでそんな。そんな熱くねえから。ふうふうするのがいいだろお前。めちゃめちゃガッツくじゃん。
あんま美味しくないというやろよせーの冷たい目を開けください。はい、チョコのロールケーキでございます。あー、まあ、僕はね、あのこれ電子レンジじゃなくてあのオーブンを使おうかなって、はいはい、焼きチョコ系ね。そうです。え、こちらですなぜなぜですね、生クリームさんがですね、液状化してね、どっかに消えてしまいました匂いは美味しそうだよ。お、パリパリしてる。外はサクッと、中はふわっとだ。うまいやつじゃん。つけてね、こうチョコソースつけて、チョコソース、チョコソースをつけて、いただきます。え？おっとおっと、これは来た。あ、ほんとだ、表面がカリカリしてる。いただきます。なんだなんだなんだ。おっと、これやばい。おー、これせーので、うまいかうまくないか言いましょう。せーの、うまい